わかった。じゃあもう全員で同じ着ぐるみにしようぜ。ああ、戦隊もの風だ。色分けしようよ。私イエロー。その方が受け取れるか。でも予算は？あんたの小遣いがあるじゃん。バカじゃないの？それか、体に直接塗るか。受け取れればいいんでしょ。こっちは忙しいんだ。おかえりなさいませ、ご主人様ケロン。可愛くなくね。もうちょっとどうにかなんね。可愛くないとか言うな。てか別にウェドレスって女子限定じゃなくてもいいじゃん。男子もやんなよ。ゲロカエルンってあんな語尾で喋るキャラクターだったっけ。どうでもいいよ。ゲロカエルの声は女じゃん。いやそうだけどさ、そこは文化祭のノリ的なあれでいいじゃん。別に違うっての。は？でこれが今月の19日の事件の画像。音漏れたんか。どれ。お、これはまだ見てないな。どこで拾った？事件のまとめウィキに一瞬な。消される前に魚拓取った。あー、こっちの方がアングルいいな。なあ、さっきのカラオケのやつと合わせてニヤ道にアップさせてくれよ。もう新聞部のオンラインストレージに上げてある。見やすいように加工して使ってくれ。なんか最近再生数がいまいち伸びないんだよな。この前俺一人で作った動画のタグにもカメラ仕事しろとかアングル大体合ってないとか書かれるし。カメラ仕事しろのタグをつけたのは僕だ。あれアングルひどいぞ。じゃーん、ゲットしてきた。おお、オリジナルじゃん。疲れた。だから違うって。は？いえ、だから何がだよ。前も話したことあったろ。大半の中高生は日頃アクセスしてるサイトで情報レベルが知れるって。
男の場合はウェイトレスじゃなくてウェイターだっての。宮代くん？何？田中さん。あのさ、教室で流す映像のビデオ撮影のことなんだけどさ。そのアップとかできるのかな？こうずっと同じで撮るんじゃなくて。フィックスじゃなくていろいろ動かせっていうことですか？フィックス？え、よくわかんないけど。できますよ。アップでも何でも。本当？よかった。じゃあ本番までにどこをどう撮ってほしいかまとめて渡すから。リア充じゃないわ。相変わらず慣れない相手だと挙動るし、丁寧語だし。しょうがないだろ、いきなりだったんだから。どうだった？なんか自慢されてなかった？フィックスとかなんとか。あ、それまたうんちくか。おい、大丈夫か？陰口は聞こえないように言えってのな。しかも自慢でもうんちくでもなんでもないっての。気にしてないよ、藤田さんは。誰だよ。田中さんは情弱なだけなんだから。ったく、オポチュニストが。そうだな、言い当ててると思う。みんなと同じ方向にひよってるだけだよ。まったくな。いつの時代もスクールカーストの底辺にいる俺らオタクは、上部にいる方たちに話のネタを提供する運命なのか。僕はオタクじゃないぞ。またかよ。またってなんだ。理屈に合わないことが気持ち悪いだけだ。一石。いい、ぶたなくていい。オタクの定義は流動していて、
当初あった悪いイメージは徐々に払拭されつつあるけれど、2015年現在でもアニメやらラノベやらゲームやらアイドルやらにハマっている人のことを指す場合が大半だ。僕はくだらないアニメやラノベは見ない。時間の無駄だ。以前お前なんかのアニメを絶賛してなかったか。なんだっけ、ブラチュくだらないアニメは見ないと言ったんだ。素晴らしきかな我が人生や、二人のベロニカとかの名画を検索しようとすらせずに、同じようなアニメばっか見て、このアニメを見てない奴はにわかだとか言ったり。わかったわかったって。数列都市や冬の庭とかの名著、ああいいよねとか嘘ついて済ませてラノベばっか読んでいる。そういう自分の好きな知識しか吸収しない奴を言うんだ、オタクっていうのは。イメージあるよな。別に人様に迷惑かけなければいいんじゃん。好きなんでしょ。うちだってジョニオタだし。上帝、ちょうどよかった。ええ、ちょっと。あ、ちょっと誰？こんなところにケーブル置きっぱなしにしたの。危ないな。ノノ、ごめんね。女帝、大丈夫か？ええ、気にしないで。あのさ、うちの喫茶でキッチン側とそれ以外のこっち側の、なんてのお客さんスペースってか。ホール側？そうそう、ホールだ。そのさ、間を仕切る暗幕の数の調整ってうわっくんしてくれた？調整？和久井先生が増田くんにそう言ったの？え、聞いてない？ということは絶対やってないでしょうね。わかった、私から言っておく。大丈夫？なんか女帝先生たちから目つけられてんじゃん。てか怖がられてんじゃん。生徒会長なんて
生徒側から学校側に無理難題を押し付けるためにいるものでしょ。大丈夫、なけなしの権力を振りかざすから。あと増田くん、女帝はやめて。ほほほ、サンキュー女帝。あなたね。それ私が試着したとき、最後までファスナー上がらなかったんだけど。あっと、地雷？呼び込み禁止にするからね。ああ、ごめん、嘘嘘、ピチピチだから。これは割とマジで。いや、てか、どうせ胸で引っかかったんでしょ。冗談、期待してるから笑いとってよ。タクル、話があるの。ちょっと来てくれる？女帝、カメラっ子に何の用だ？友達なのか？え、知らないの？ノノは…はぁ、マジで？今はごめん。事件に関して気づいたことがあって、それをまとめてる最中なんだ。生徒会文化祭の準備が佳境だろ。だからクルスが落ち着いたらで。ちょっと来てくれる？物質。